どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、なんとヒルトンホテルがですね、また他のホテルグループをですね、買収を発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、ヒルトンホテルはグラデュエイトホテルグループっていうね、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいね、ホテルグループではないんですけども、またね、買収を発表したっていう風になるんですよね。いや、ヒルトンホテル、本当にね、数を増やすという意味で、めちゃめちゃ加速しておりますよね。 というのも先日ね、こちらの動画で解説させていただいた通りですね。ヒルトンホテルっていうのは、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうね、今現時点ではハイアットとね、提携を組んでいる、まあ、ホテルグループがあるんですよね。まあ日本で言うと東京ステージョンホテルとかね、このスモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうのに加盟しているわけなんですけども、まあこのホテルが、まあ今現時点ハイアットと組んでいて、まあこのスモールラグジュアリーホテルオブザワールドですね、まあこのハイアットからね、まあ奪ったみたいな感じで、まあ、ヒルトンがね、 長期ライセンス契約っていうのを、まあ、先月の頭ぐらいね、発表したっていう風になるんですよね。ですので、今ね、着実に進んでおりまして、ちょっと後でね、あの、軽く触れようと思うんですけれども、ハイアットでね、このスモールラグジュアリーホ,ホテルオブザワールドがね、利用することができるのも、まあ、今年の5月ぐらいで終わって、その後ね、ヒルトンに入ってくるみたいな、まあ、こういった流れになっているんですよね。で、またね、今回ヒルトンホテルはですね、グラディエイトホテルグループっていうのを買収ね、発表したっていう風になりますんで、 ヒルトンホテルね、利用される方にとってはですね、ヒルトンのね、選択肢が、まあ今回ね、グラディデイトホテルグループも今年の終わりぐらいからですね、予約ね、ヒルトンホテルの方で、ね、利用することができるということで、まあ選択肢がね、増えるっていう意味ではですね、非常に朗報ですよね。ということで、まあ一緒にね、公式サイト等々ね、見ていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。 はい。ということで、まずですね、こちらヒルトンホテルのプレスリリースになってるわけなんですけども、2020年3月14日にプレスリリースで発表されております。ヒルトンホテルは、グローバルブランドポートフォリオに大学院ホテルを追加し、急成長している ライフスタイルカテゴリー拡大を加速するということで、今回ね、買収したのはこのグラジュエイトホテルグループっていう風になりまして、これね、直訳するとね、大学院ホテルっていう名前になっちゃうみたいですね。ちょっとこれね、あのグ、Google グ翻訳で入れておりますので、ちょっとわかりづらくなっておりますけども、今回ですね、このヒルトンホテルはグラジュエイトホテルグループっていうのを買収をね、発表したっていう風になるんですよね。で、この急成長しているね、このライフスタイルカテゴリー、このヒルトンホテルもマリオットホテルもですね、 ね今ねハイブランドとかねそちらにはそこまでねあの力を入れてなくてライフスタイル カテゴリーっていうね、長期滞在型の、まあ、ホテルにですね、非常に力を入れているっていう風になるんですよね。まあコロナ禍でこういったホテルがですね、コロナになった時もですね、まあ売り上げを支えてたのか何なのか、まあ多分そういった感じだと思うんですけども、まあ、ヒルトンもマリオットもですね、この長期滞在型を今ね、非常に力を入れているっていう風になるんですよね。で、今回ですね、このヒルトンホテルはですね、グライドゲイトホテルのフランチャイズ契約を提携し、ブランド将来の発展と責任を負うために約2億1000ドル を支払いますということでまあ、これでね、えー、買収したっていう感じなんですかねで、このねグラディエイトホテルっていうのはねまあ、どこらへんにあるホテルなのかっていう話なんですけども え、ほとんどはね、アメリカに展開されておりまして、本拠地はね、ナッシュビルが本拠地で、アメリカ国内に30軒ぐらいあって、イギリスに数軒ね、このホテルがあって、まあこれがね、今回ヒルトンホテルが買収したっていった形になるんですよね。ですので、このね、グラディエイトホテルっていうのは今後ね、ヒルトンホテルでも利用することができるっていうふうになりまして このグライデートホテル自体はですね、今後ね、キャノピーとかキュリオ、またね、タペストリーとかテンポバイモットーとかね、まあ、ここら辺のホテルブランドにね、切り替わって今後ね、運営されていくっていう風になるんですよね。で、こちらはね、ホテルの写真になっているわけなんですけども、後でね、あの、ニューヨークの方見たいと思うんですけども、非常におしゃれでね、素敵なホテルですよね。 で今回ね買収が発表されまして、えー、今年の後半にヒルトンチャネルで予約可能になる予定で、えー、世界中7500以上のプロバイティポートフォリオのため、えー、ヒルトンの受賞歴のあるゲストロイヤリティプログラムであるヒルトンオーナーズに参加しますということでまあ今年の終わりにはですねヒルトンオーナーズのホテルのアプリ、えー、公式サイトから予約することができて滞在予約するためにポイントとお金ほぼすべての組み合わせを選択できる柔軟な支払いスライダー、えー、会員限定割引無料の標準 Wi-Fi ヒ オーナーズモバイルアプリなどえ即時に特典にアクセスできますということでまあ、今のところねこれで見て取れる感じだとえ会員特典とかもね利用することができそうですねまあ、ここら辺の細かい部分に関してはまあ、このスモールラグジュアリーホテルオブザワールドの話もね下に出てるんですけどもまあ、こちらのホテルでステータスがどういった感じで機能していくかっていうのはまあ、細かい部分はねまだ発表されておりませんし規約みたいなのもね更新されておりませんのでまたね発表がございましたらですね私の動画のね え、チャンネルで説明していきたいなと思うんですけれども、このね、グラディエイトホテルっていうのが今回ね、ヒルトンホテルが買収して、まあ、今後ね、ヒルトンホテルの公式制度で利用することができるっていうふうになるんですよね。一応ね、このオートキャンプっていうのもですね、ヒルトンホテルってね、パートナー組んだ。 っていうのを、ね、結構前に発表したんですけどもまあ、こういった感じでですねヒルトンホテルはね最近いろんなホテルグループとねあのパートナーシップとかね買収とかを繰り返してまあ、このねマリオットにね件数的にはねあのマリオットの方がヒルトンよりね多いっていうふうになりますんでどんどんねホテルを増やしてえマリオットに対抗していくみたいなまあ、そういった感じになるんでしょうかね。 非常にね、このヒルトンのね、あのスピード感がね、速くてびっくりしているわけなんですけども、えー、3月14日にね、こういったことが発表されたっていうふうになるんですよね。で、このグラディエイトホテルっていうのはですね、どういった場所にあるかっていう話なんですけども、これはね、グラディエイトホテルの公式サイトで非常にオシャレで可愛いですよね。で、こちらが、えー、アメリカ国内と、えっ、ー、と、UK、まあ、イギリスですね、に、えー、ホテルがあるということで、えー、ミシガンとかだったり、ジョージア、アラバマ、 あとテキサス、カリフォルニア、あとユナイテッドキングダム、これはイギリスですかね。はい。まあいろんなところにあるわけなんですけども、ニューヨークとかにもね、ありますし、なんか全体的にね、この可愛い感じがね、結構するんで、 これはちょっと泊まってみたいですよね。これがね、ニューヨークの、えー、ホテルっていう風になっておりまして、えー、後でね、ちょっと詳細見たいと思うんですけども、これもね、ちょっと軽く見させていただきましたけども、非常にオシャレでね、えー、ちょっと泊まってみたいですね。まあ、こういった感じでですね、グラデュエイトホテルっていうのは、まあ今ね、運用されておりまして、これがね、今後ヒルトンホテルで利用することができるっていう風になりますんで、非常に楽しみですよね。ちょっとハワイはないのかな うん、ちょっとハワイは、えー、見つけられなかったんですけども、プリンストンとかもあるんですね。あとカリフォルニアとかもあるんですけども、ワイキキはね、ちょっとなさそうだったんで、まあ、これでね、ハワイとか入ってたらね、さらにちょっとね、テンション上がってたところなんですけども、ハワイはなさそうですね。ニューヨークはね、ありそうなんですけどね。まあ、こういった感じに、ね、なっているんですよね。ちょっとね、見ただけでも、すごい可愛いですよね。ちょっとこれはね、今後利用していくのがね、非常に楽しみになりますよね。 で、こちらがですね、グラディエイドホテルのニューヨークのホテルということで、これ、多分入り口っていうか、これ、あれだ、チェックインフロアみたいな感じだと思うんですけども、彼がいるんですかね。<laughs> これ非常にびっくりですけども、まあこういった感じのね、ロビーになっているのか、まあちょっとね、レストランなのかわかんないですけども、やっぱりね、全体的にこのホテル自体がね、可愛いですよね。はい。で、下の方に行っていただくと、客室とかもね、見れるようになっておりまして、 こちらはバーかな、はい、バーとかあと朝食会場とかだと思うんですけどもでこのねあのグラディエイドホテルのニューヨークはですねどこにあるかというとですねこちら Google マップなんですけどもなんとルーズベルトアイランドにあるんですよね皆さん知ってるかなちょっと私の動画でねすごい非常に古い動画で出させていただいてるんですけども このね、ニューヨークのマンハッタン、こちらはマンハッタンで、こっちがブルックリンなんですけども、ここにルーズベルト島っていうね、島がありまして、ここにね、ロープウェイがね、渡ってるんですよね。で、この動画もね、あのす,ごあのすごい昔にね、出しておりますので、まあ、ちょっとね、気になる方は見ていただければなと思うんですけども、朝、夜、非常にね、景色も綺麗にね、見ることができて、またね、このロープウェイ自体もですね、地下鉄のメトロカードとかでもね、乗ることができるっていうふうになりますんで、今後ね、あの、メトロカード自体が 配信になってあのタッチ決済メインになっていくとは思うんですけれども、まあ、乗り放題パスとかでもねこちらは無料で乗れたりしますのであのマンハッタンから一駅でこうついてえもう一個先まで行けるんだったかな、はい、戻るんだったかなちょっと覚えてないですけれども、まあ、こういった感じで、ね、利用することができるっていうふうになっておりまして。 クリーンズボロブリッジだったかなここに橋がかかってるんですけども、ここのね、真横ら辺にね、このホテルはね、立っているっていうふうになりますんで、こういった感じでね、バーからもうクリーンズボロブリッジがね、見えちゃうみたいな。 こういったね、感じになるんですよね。これめちゃくちゃ良くないですかまあ、テンション上がってんのは私だけかもしれないんですけども、一応ね、えっ、ー、と、Google とかで見ると、えー、一応4つ星ホテルで1泊4万円ぐらいする、えー、ホテルっていう風になりますんで、結構高いですね。Google のレビューもね、4.2ということでかなり高い。ロープウェイがね、通ってますので、まあ、ロープウェイね、渡っていただければ、こうね、59中央目とかなんで、本当にね、ちょっと行けばね、 セントラルパークとかもね、行けるような非常に立地のいい場所にありますんでね。これはね、ちょっと次回行く時にね、提携してたら、えー、泊まりたいところですよね。公式サイトだと4万円ですけれども、最安は2万8000円ぐらいで泊まれるのかなあ、そうですね。全ホテルズ .com っていうところだと、まあ3万円未満で泊まれるっていう感じですかね。まあこういった感じになっておりまして、バーからね、このクイーンズボロブリッジがね、眺められちゃうみたいな、まあこういった感じになるんですよ。どうですかね。 で、客室がですね、あの、客室からもこのクイーンズボロブリッジがね、見えるっていう風になりますんで、これもまたいいですし、全体的にやっぱりね、ちょっとオシャレですよね。うん、まあ、客室はね、そんなに広くはなさそうですけども、まあ、机2台本当にあんのかなあ、でもこれはテレビ台なんですかね。はい、ですけども、 ちょっとこれはね、宿泊してみたいところなんですよね。まあ、これがキングで、こっちはツークイーンベッドみたいな。一応ね、スイートとか、またね、あのテラス付きみたいなね、そんな客室もあるみたいで、あとね、こういった客室もね、あるみたいですね、ロフトスイートね。はい、どうでしょうか。 めちゃくちゃ良さそうですよね。まあこれが今後ね、えー、ヒルトンホテルで利用することができるっていうふうになりますんで、非常に楽しみですよね。まあ一応ね、いろんなところにね、ありますので、こちらね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと。 思います。で、ちょっとね、ヒルトンつながりで、先ほどね、話したスモールラグジュアリーホテルオブザワールなんですけども、まあ、今現時点ですね、ハイアットと提携を組んでいる状態が続いて、まあ、ヒルトンが奪ったみたいな、まあ、そんな感じになっているわけなんですけども、えー、ヒルトンの、えっ、ー、と、こちらハイアットの方でですね、プレスリリースが更新されておりまして、スモール、ワールドオブハイアットとスモールラグジュアリーホテルオブザワールドのアップデートということで、2024年5月15日付で戦略的パートナーシップを終了しますということで、 まあ今後ね、このハイアットの方でこのスモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうのはまあ利用することができなくなっていくっていうふうになりますんで、まあハイアットね、使ってる方でこのね、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドね、利用されてた方はこちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあこちらもね、今後ヒルトンとね、提携を組んでヒルトンのね、 ホームページ等々で利用することができるっていう風になっていきますので、これはね、本当にヒルトンホテルね、すごい加速ですよね。で、またですね、新しいね、ホテルブランド、トゥルーバイヒルトンっていうのはまあちょっと前にですね、発表されたわけなんですけども、こちらはですね、なんとニューヨークのブルックリンにオープンいたしました。こちらは、えっ、ー、と、2 0 2 0年の3月12日にね、プレスリリースで発表されているわけなんですけども、トゥルーバイヒルトンっていうね、新しいホテルブランドが、ブにね、オープンしたということで、こちらね、 確かね、どのお客さんにもですね朝食をサービスしてるあそうですねゲストはパンケーキベーグルオートミールなどさまざまなおいしいトッピングで食事をカスタマイズできる無料のトップ1 朝食バーで1日を始めることととがでできますということでこちらのホテルですね。ヒルトンホテルにはいくつかですね、全お客さんに、あ、エンバシースイーツとかもそうなんですけども、あの、ステータスありなし関係なくですね、全員のお客さんに朝食をサービスしているホテルがあるわけなんですけども、このトゥルーバイヒルトンっていうのも、朝食ね、全員に提供するっていう風になっておりまして、これもですね、ニューヨークのブルックリンですね、最近ね、オープンしたということで、これもね、ちょっと泊まってみたいんですけども、これね、新しい ホテルブランドでブルックリンのどこら辺にあるのかなと思ったんですけども。 ちょっとであんまりいい場所にないんですよね。まあ、この公式サイトにはですね、結構いい場所って書いてあるんですけども、まあ、実際に調べるとね、そんなにいい場所じゃないんで、まあ、観光目的でね、行かれるっていう方はなかなかね、選択しづらいエリア、まあ、ブルックリン自体もですね、まあ、私はあんまりお勧めしておりませんのでね、観光で行くっていう方にはね、まあ、どうしても安く済ましたいっていう方は、まあ、ブルックリンでもいいのかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ、何かとね、あの、マンハッタンに行くのにもですね、時間がかかりますんで、まあ、基本的にはですね、マンハッタン内のね、 あの、ホテルに宿泊した方が観光はね、しやすいですし、下の方に行けばね、結構安いホテルとかも多いですので、まあ基本的にはそっちの方がね、おすすめっていう風になりますんで、まあ気になる方はぜひね、こちらもチェックしてみていただければな、なんていう感じですかね。まあヒルトンのね、トゥルーバイヒルトンもとうとうね、ニューヨークにオープンいたしましたんで、本当にヒルトンのね、加速がすごいですよね。 ということで、今回ですね、ヒルトンホテルがグラディエイトホテルをですね、買収発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、ヒルトンね、やはり日本国内もそうですけども、マリオットにね、比べてしまうと、ヒルトンってね、やっぱりまだ数が少ないですよね。まあ、ここをね、まあ、どん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 ね、ヒルトンが数をね、広めていくっていうふうになりますんで、今後ね、非常に楽しみですよね。やはりね、マリオット、 ヒルトン、まあ私は世界一周2022年にさせていただきましたけれども、やはりね、ヒルトンとマリオット、まあ両方とも、あの、私は交互にね、利用したかったんですけれども、やっぱりね、マリオットの方が、えー、ホテルは多いんですよね。 で、ヒルトンも、まあ、ありますけども、やっぱりマリオットに比べると数は少ないみたいな感じでね、旅行している時にね、思いましたので、まあ、やはりね、これからどんどんね、ヒルトンが、まあ、数を増やしてってね、マリオットに対抗していくみたいな、まあ、こういった感じになるので、まあ、今後ね、ヒルトンホテルね、利用しやすくなっていくのではないかと思いますので、非常にね、楽しみですよね。 はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PT 診断、マイル診断、マイルクレック診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。